YouTube チャンネル。さあ、行くぞ。オウ。スタートまで3秒を切りました。9レースは1つ目、準決勝戦スタートしていきました。やや5番の鈴木聡太遅れたか。1番外から8番の荒尾聡がかましていった。一気に荒尾聡がトップを奪いました。1番の若井が2番手、7番の金子が3番手か。打ち抵抗するのは2番の大木、6番の高橋は今5番手からまくって4番手に上がってくるところです。レースは2周目に入ります。1番の若井をインコースから捉えていったのは7番の金子、金子大輔が2番手に上がりました。8番の荒尾が先頭、金子が2番手、1番の若井が巻き返せるか3番手、2番の大木がいて、その後ろ6番の高橋光まだ中段5番手です。残りは6周回、金子がやや滑って1番の若井が再び優勝圏内2番手に上がってきました。そして高橋光、大木をまくって4番手上がってきました。先頭8番の荒尾は抜け出して、早くも2番手争いが焦点となってくるのか。1番の若井、7番の金子、6番の高橋光、三つどもえでの2番手争いです。残りは5周回です。まだ周回数は残っています。8番の荒尾先頭を悠々と抜け出しています。1番の若井抑える競争となってきたか。7番の金子は後ろの高橋を気にしながら1番の若井を追っています。6番高橋は4番手、残り4周回、金子が一瞬内を狙いかけましたが入りきれず、まだ3番手、6番高橋その後ろ、2台重なっていてなかなか攻めきれません。ここで金子のインコース、高橋狙ってきました。金子は抑えきりたいところだ。2番手3番手4番手は依然大接戦。残りは3周回です。若井が2番手をキープしています。若井がこの2番手キープしきれるか。優勝権争い、荒尾は抜け出した。2番手1番の若井、若井が守っています。金子は3番手、高橋光は4番手。レースは終盤、残り2周回です。ここで高橋が動いた。7番の金子をさばいて3番手に上がりました。金子は万事休すか。もう一度盛り返せるパワー残っているか。残り1周半、2番手争いは依然続く。今度は若井対高橋という体勢になりました。残りは1周、若井守れるか。高橋が来る、青旗振られてファイナルラップ、若井が抑えた、若井が意地で抑えた。 SG1 年半ぶりの優勝なるか。若井2番手キープ、高橋3番手、金子は4番手。先頭はちぎった荒尾聡、これを独走。2番手若井が粘る、高橋光はどうする、外から行く、2番手どうか。荒尾は快勝、五輪2番手は若井友和、圧勝でした。荒尾聡2連単、8番1番890円、3番人気、2連複1と8の組600円、3番人気、3連単8番1番6番で1520円、3番人気、3連複168の組み合わせ250円、1番人気。3秒を切りました。10レースは2つ目、準決勝戦スタートしていきました。トーカランプ、4番車のフライングのため再発走といたします。10レースの準決勝戦は再発走です。青ランプ点滅始まっています。
青ランプ消えていきまして、スタートまで5秒前、3秒前、10レース2つ目準決勝戦スタートしていきました。今度は5番の佐々木圭がスタートを決める。内から1番鈴木弘和が好スタート、3番の伊藤信をついていく、7番の有吉かましスタートが弾かれてしまいました。後方に下がって5番の佐々木圭が3番手、1周3コーナー仕掛けました。伊藤信を鈴木弘和を突破、先頭に上がっています。1番の鈴木弘和の間を縫ってくるのは5番の佐々木、2番手上昇です。6番の早川がその内をついて今2番手を脅かしましたが、ここは3番手好スタートを決めました。鈴木弘和は4番手に下がっています。まずは伊藤信を先頭、追いかけるのは5番の佐々木、その後ろが6番の早川と1番人気から3番人気まで上位人気の3人が前を固めています。まだまだ残り6周回残っています。3番の伊藤信を先頭、1車身半ほどリード、2番手は5番の佐々木圭です。3番手は6番の早川聖太郎、この3人での上位争いとなってくるのか。後ろ4番手に中村智和が上がってきました。中村智和も地元 SG 足は悪くなさそうです。前4人です。3番の伊藤信はこれは守る競争となりそうだ。2番手5番の佐々木、6番の早川は3番手、その後ろひたひたと中村智和、この強豪メンバー相手に4番手から前を狙っています。残り4周回です。伊藤信を1車身半のリードは変わりません。佐々木、この伊藤信をかわせるパワーは残っているのか。6番の早川も3番手、まだ動けません。中村智和が4番手、体勢変わらないまま残りは3周回となりました。伊藤信が懸命に先頭をキープしています。昨年の夏にオートレースグランプリを制覇、久々の SG 制覇がありました。その SG を取って久々にその地元 SG に挑んでいます。6番早川が外に振る、内から中村智和がなんと3番手に上がってきた。さあ地元 SG で中村智和が悲願の初優出、 SG 初優出を狙って3番手から前2車を脅かしていくことになりそうだ。残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、守る伊藤信夫、2番手キープする佐々木圭、中村智和の追い上げはどうか、3番手でここがいっぱいか。最終周回バックストレッチ、伊藤信夫わずかに先頭、佐々木2番手、中村智和懸命に追います。しかしこれは3番手、伊藤信夫を振り切った、佐々木続いた、この2人。2連単3番5番570円2番人気、2連複3と5の組410円2番人気、3連単3番5番8番で1万5380円52番人気、3連複3、5、8の組み合わせ6390円19番人気。3秒を切りました。11レース3つ目準決勝戦スタートしていきました。並んだスタートどうか、内枠1番三浦、2番中村、5番の鈴木圭一郎は出れません。内3番の篠原、外から鈴木圭一郎、ここは今3番手、6番の浦田は中段5番手です。1番の三浦航平がトップでスタートを決めていきました。中村雅人2番手、鈴木圭一郎は3番手、さあ鈴木圭一郎が追う形となりました。3番の篠原をかわして浦田慎介が4番手に上がっています。先頭1番の三浦、どこまで先頭をキープできるのか。2番中村外から行きます。しかしまだこのまくりは決まりません。鈴木圭一郎は3番手、浦田慎介が4番手です。三浦がレースを引っ張ります。3年半ぶり3度目の SG 優出を目指している1番の三浦航平先頭、2番の中村正がまくっていく。このまくりが決まって先頭に上がりました。鈴木圭一郎も続いていきます。まくってここでは2番手です。中村雅人対鈴木圭一郎の対戦となりました。残りは5周回、1番の三浦は力尽きた、内からさばいてきた浦田慎介が3番手浮上です。鈴木圭一郎が2番の中村雅人の内狙っています。
抑えているのは中村雅人。中村と鈴木圭一郎の一騎打ち。そこにひたひたと浦田が忍び寄れるかどうか。残りレース半分の4周回。中村雅人先頭キープ。鈴木圭一郎が2番手。もう一度インコースを狙っています。優勝戦を前に鈴木圭一郎この中村雅人を裁く展開になりました。残り3周回、ここでインを狙う。残り3周のところ鈴木圭一郎インコース届きません。まだ2番手中村雅人が抑えています。鈴木圭一郎2番手変わらず、浦田が3番手チャンスを伺っています。残り2周半、中村がこのまま先頭をキープして鈴木圭一郎を抑え切るのか。このホームストレッチ再びインコースを狙ってきた鈴木圭一郎、届くかどうか。まだ入れません。中村先頭、鈴木圭一郎2番手、浦田が3番手。残り1周半、このまま中村雅人鈴木圭一郎封じ成功なるか。鈴木圭一郎2番手、もちろんチャンスを狙っている。浦田3番手、このままでは浦田優勝ができません。残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。今度こそ鈴木圭一郎が中村雅人をさばいた。先頭に上がる中村雅人がやり返すのか。浦田は3番手、前の2者とは少し間隔ができてしまいました。最終周回3コーナー、鈴木圭一郎がなんとか今日は中村をさばきました。中村2番手、浦田は3番手、鈴木圭一郎5連覇へ王手。2連単5番2番170円、2連複2と5の組150円、3連単5番2番6番で480円、3連複256の組み合わせ300円。行くぞ。オー！青い勝負服で戦います。相手は7番木村、地元の SG 外せません。あとは1番永井、1200勝へリーチをかけています。スタートまで3秒を切りました。最終12レース準決勝戦スタートしていきました。さあ誰が出ていくか。真ん中から4番直山か、外目からは6番の藤岡、7番の木村武史もかましてくる。1番長井、3番佐藤真也、今日はスタート決まりませんでした。1周3コーナー、4番の青山周平が主導権を握ります。7番の木村武史が早めに6番藤岡を捉えに行く。ここは2者が並んでいます。レースは2周目、7番の木村武史が2番手を取り切りました。6番の藤岡3番手、1番長井は4番手。この位置から逆襲できるでしょうか。逃げる青山周平、追いかける木村武史、この段階では差を詰めていきます。試走タイムはタイ、青山も木村武史も 3.28 をマークしています。青山先頭、木村武史2番手、木村武史が追いつきました。さあ木村、青山をさばくときにさばくチャンスが出てくるか。3番手は6番の藤岡、4番手は1番の永井です。残り5周回、一瞬車を内に向けた木村ですが、ここは青山抑えていきます。3番手6番藤岡、この2者が接戦しているうちにもう一度差を詰めて SG ユースのチャンスを探りたい。6番の藤岡3番手追走、1番永井もまだまだ諦めていません。4番手、残りは4周回です。青山先頭、今日は抑える競争です。木村今度は外から揺さぶっていきます。わずかに青山先頭、木村2番手、6番藤岡、前の2者との間隔が少し縮まりました。3番手、その後に1番長い4番手。4コーナー立ち上がって残り3周回、さあ木村が内に車を向けた。入っていくのか、抑えている青山周平、木村2番手、木村が狙いましたがここは2番手、青山先頭、木村2番手、体勢は変わりません。藤岡が3番手から今度は木村を狙う立場。残りは2周回の終盤戦です。青山まだ先頭キープ、木村がもう一度差を詰めます。木村が残り2周でもうワンチャンスを探っています。藤岡3番手、藤岡この3番手では明日の優勝戦には進めません。もうワンチャンス探れるかどうか。木村が外に振って、さあ切り返せません。青山が抑えている、青山がしっかりと内を締めて残り1周回逃げ切れるか。木村2番手、この優勝、この2人の争いとなっています。6番の藤岡、ここは3番手です。優勝権4番の青山、木村武史、この2者は接戦。最後は木村、内から狙うも青山周平4連勝。
2連単4番7番250円1番人気2連複4と7の組230円1番人気3連単4番7番6番で1200円4番人気3連複4、6、7の組み合わせ730円3番人気